ンディペロペロだー。はい、おはようございます。東北地方から帰ってまいりました。ルーラでね、新幹線という名のルーラで帰ってまいりました。手巻きですと。いうことで、リウォークイベントが終わりまして、まあ、夏真っ盛りのね、涼しげなイベントが来ました。まあ、イベントについてはね、今日進めてきて、夜のね、情報共有生放送で、また皆さんとワイワイ騒ぎたいと思うんですが、本日は、ガチャ動画です。ということで、危ない水着24。セラフィーでね、擦ってきましたよ。同じ回復装備でセラフィーを2回擦る。やってるね、運営、お金の稼ぎ方、知ってるね。はい。ということで、今回の武器なんですけれども、メインスキルが夏の渚のベホマラー。渚で夢のようなひとときを過ごし、呪文で仲間全員の HP を回復する。追加で吹き飛ばされた仲間を呼び戻し、魅了を直すと。いうことで、これ下の方の注意書きに書いてあるんですけど、もちろんね、もちろん分かってましたけど、吹き飛ばされた仲間は戻すだけ。魅了は直すだけ。吹き飛ばされていた仲間とか魅了されていた仲間に回復はしません。はい。この順序がね、逆にすりゃいいのに。呼び戻したり魅了を直してから回復の発動順序だったらさ、戻ってくるわ、回復するわでいいのに、これ前もちょっとね、いまいちなところだったんですけど、なんでここしっかり課金に走ってくれないのか、私は疑問に思いますよ。ズバリ言っていくわよ。はい。そして続きまして、チアフルマジックバリア。仲間全員の呪文耐性を上げ、たまにかなり上げる。稀に追加で受けた呪文を1回跳ね返す効果を付与するということで、これ相手が呪文アタッカーだったらめちゃくちゃ強いですね。純粋に強い。まあ、ただね、その分このサブスキルをチアフルマジックバリアに寄せてるんで、他のね、回復武器についているこの味方の火力を上げるみたいなスキルがないのは、まあ、残念ちゃ残念ですね。はい。そしていきなりスキル、回復魔力ブースト。これね、昨日のスマートウォーク、配信でね、ちょっと私読み間違えちゃってすいません。戦闘開始時に最大 MP に対して減った MP の分だけ回復魔力を上げる効果を付与する。効果6ターン。これ戦闘開始時の時点で下がってる分の MP のことを言ってると勘違いしちゃって。まあでもこれ日本語も読みづらいよね。まあ、ちょっと俺もちょっと読解力がなさすぎたけど、まあ、これに関しては戦闘開始時に6ターンそういった効果を付与する。で、その6ターンの間はそのターンを減るごとに MP って減ってきますよね。特に大神官とかだとアンコールでガバッと減りますよね。その戦闘中に減った、分もしっかり回復魔力にね、こう加算されます。はい、当たり前っちゃ当たり前ですけどね。それがなかったらマジでクソ武器だったよね。すいません、私の読み間違いで。それはね、下の方の文章を読んでたら確定情報になりますので、まあ、今回のね、武器は MP が、1減るたんびに回復魔力が1増える仕様になりますんで、おそらくクリフトの正常と同じ回復魔力1600がキャップになると思います。消費 MP が変わんないからね。まあ、だからその、しっかりね、回復魔力キャップ1600の回復を、まあ、出していけると。はい。終盤にね、このモンスターとのバトルが、差し掛かって、相手から大技が繰り出されるタイミングでこちらの回復量が増えるって、普通にね、強いですよね。はい。そしてもう一つのいきなりスキルは、いきなり守りの盾。戦闘開始時に守りの盾を3ターン付与すると。これもさ、守りの盾と吹き飛ばしガードまでやってよ。ね。吹き飛ばしは守りの盾で防げないんだからさ、回復役が吹き飛ばされちゃったらさ、誰が直すねん、吹き飛ばしを。だからさ、いきなりスキルにね、この守りの盾の上位互換でさ、吹き飛ばしガードもつけてくれればさ、いいし、まあ、さっき言った通りさ、夏の渚のベホマラーもさ、魅了とか吹き飛ばし、直した後に回復すればいい。この2点やるだけでどれだけさらに魅力的な武器に移るのか。そうしない理由ってマジでなんかあるんですかね。はい、まあ、運営さん的にはインフレさせすぎないように気をつけてるのかもしれませんが、もうそこは全然ね、ボスが吹き飛ばし使ってくるならこの回復武器を使うんだから、もうほぼそれ専用みたいなとこもね、あるんだから、だったら、いきなりスキルでね、吹き飛ばしガードをつけるべきですよね。はい。そしてですね、ここにまあ、このね、回復魔力ブーストについては詳しく書いてありますね。はい。最大 MP が800で、現在の MP が700になってる場合、プラス100が回復魔力に加算されます。とのことです。はい。ということで。まあ、あとはね、防具の性能を見てからガチャ引いていきたいんですけど、まあ、このね、防具の性能も正直、
いまいちですね。はい。防具の性能についてもね、なんでしょうね、これ。呪文 HP 回復効果 5%、 晴れの日スキル HP 回復効果 2%、 大神官スキル HP 回復効果 1% ということで、まあ 6% から 8% ですよね。晴れじゃないと 6%、 晴れは 8% で、あのクリフト装備の防具何パーセントだったか覚えてますか？あれは常時 7% です。まあ大神官であればね、大神官であれば常時 7%、 晴れとか晴れじゃないとか関係なく。で、今回のは晴れなら8、晴れじゃなきゃ6と、ほぼ変わらんやないかい。そこインフレさせへんのかい。 1% でいいから上げろよ、 1% で。いや、わからない。うん、なんかね、最近このレベルがカンストしてる人が結構いるのに、なかなかレベル上限解放しないところといい、まあ上と下とのね、差を縮めてる期間ではあると思うし、まあそうね、上と下との差を縮めながらも、なおかつね、この売り上げがしっかり立っていけばね、まあそれこそがね、正しい運営と言えるんですけど、まあ今回はね、ちょっとね、せっかく久しぶりの回復呪文武器なんだからさ、あ、一応吹き飛ばし耐性が防具についてんのね。そんなんダメ、 5% なんでも変わらんよ。結局吹き飛ぶやろ、そんなもん。 5% 吹き飛ばし耐性ついてるぐらい。上とかね、ついてないでしょ。下だけでしょ。下に吹き飛ばし耐性が 5%、 10%、 まあ10%なんてさ、 10% なんて信用できませんよ。もういきなりスキルでつけてくださいよ。はい、ということで、ただね、アイスキャンディーをペロペロするセラフィー装備、貫突作らないわけには私はいきませんので、まあ、貫突ってか三突ね、うん、武器はいつもと同じで、はい、一突と三突で呪文 HP 回復効果ね、回復については私三突までで言っておりますので、さあ、まずは星5確定ガチャから行ってみましょう。いや、もうね、ゾーマのね、氷の世界でもう、ガチャももうめちゃめちゃ厳しい氷の世界味わったから、もうここはね、もうカラッカラに晴れたこの夏のね、陽気をガチャ結果でも示してもらいたいですね。さあ、行きますよ。まあ、そもそもね、東北に向かって自転車でこう漕ぎ進めてたのもいけないね。うん、北の大地に向かったらガチャ結果ももう凍りついたというお話ですよ。次は南に向かいましょうかね。さあ、1個目、いきなり行きましょう。セラフィー、セラフィーが来てそうだけどな、これも。本当にさ、この回復武器違いとかやめてくれよ、お前。回復武器防具違いみたいな。さあ、もう一回やりますから。星5確定もう一回やりますから。今度はスラミチで。ね。今度はスラミチ。2回目はスラミチでいいでしょ。いいだろうが！はい。1回目も2回目も最低保証のみとなっております。まあ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 、ちょっとね、精神的にまだゾーマーのガチャ結果を引きずってるんで。まあちょっとね、序盤からイラついちゃいますけど、大丈夫。もうね、切り替わったから。流れ変わった。そしてセラフィーは俺のとこに来たがってるはず。いらっしゃい。しゃあ、違う違う、ちげえじゃねえかよ！セーフやねえ、お前これ！4突25持っとんねえ、これお前！あ、しょうねえ、お前！今じゃねえだろ！なるほどね。まあ、回復武器がない人はもう今回引けと。なんだこのベホマラ違い。ベホマラじゃないんだよ、俺が欲しいのはよ、西風の杖の。夏の渚のベホマラなんだよ、夏の渚の思い出よこせよ、お前一つ、何一つ海の思い出ない俺に、俺にこそよこせ、金払ってんだから。金で買わせろ、まあ、甘酸っぱい思い出よ、くせえな。はい、ちょっとね、市場も混じっちゃいましたけど。あー、ムカつく、なんだよ、あの西風。今じゃねえだろ。はぁ、行こ。出せ、出せ、セラフィー出せー、クソが。うわ。セラフィー。セラフィー。初日撮らせて。生放送でいろいろ言われちゃうから。初日武器ちょうだい。お願いします。ちょっとね、もう早めにプリプリをプリプリすることにするわ。うん、結局ここだから。うん。なんとか邪魔だ、お前。脱げ、そんなもん。そう。いいですね。メタルキングね、カチカチに見えて、案外、あれですね、絶対領域空いてますね。いいですね。プリ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 。ありがとうございまーす。もうね、先手先手ですから。ガンガン先手打っていきましょう、計算高く。これは引いちゃあかん。ね。
こっちだから。さあ、ね、ほんとなんでアイスキャンディー持ってんのかわかんないけどね。しかもアイスキャンディーを渡される側の目線と、アイスキャンディーを渡されているところを第三者で見せる目線のこの回復アクションに2パターンあるじゃん。あれ、ランダムで切り替わりらしい。どなったねそれ。なんだその遊び心。さ、おい、おい、勘弁してくれよ。はよ、出せよ。防御でもいいから、まず出せもう。いいから出せよ。なんでだよ、ほら、防御でもいいってこっちじゃねえんだよ、お前。さっき出ただろ、これ、おい。いつの時代の回復防具なんだよ、てめえはよ。何してるんですか。意味わかんないっしょ、もう。意味わかんないっしょ、王宮魔術師。なんかもう、王宮に住み着く敵側の魔術師だよ、言ってみれば。王宮が雇用する正義の方の魔術師じゃないよ、この王宮魔術装備はもう。はぁ、あ。いや、まだため息は早い。まだ一個も出てないけど。なんだよ、お前。星5確定の、お前、1000ジェムと2000ジェム含めて、まだ1個も出てないけど、まだ苦しいけど、まだ諦めちゃいかん。なんだこれ、お前。きついってー、きついってー、ゾーマの呪いまだ解けてないってー。星5確定3つ目スラミッチー。だるいって、もう、この時点で武器出たとしても一本ぐらいじゃん。だるいって。初日大爆発の目とかもうだいぶねえじゃん。しかも初日分っていうかさ、星5確定もね、ジェム、優勝ジェム限定も聞いてっからな。いけよ、マジ。クソだよ!いらねえんだよ、涼しげな武器別によ。見た目も涼しげで引いてよ、お前、おかんが走って、お前。なんだお前、3000円でお前、量をプレゼントしてるつもりか、ハゲ。ちょっともう最悪だよ。なん、もう最悪だよ。ふざけんなよ。出せ出せ出せだって、なんで1個も出たの。早く早く早く帰って。プラチナウィングは戻ってきて2度刺す。やめろ。いや、戻ってこないように、もう、ぐにゃぐにゃ折り曲げて、でも投げたくもねえ、もう、置くよ、もう、下にポッと捨てたよ、もう。もう、いいでしょ、そろそろ、やー、まあ、やー。まだ武器から出ねえのはな、憎らしいけどな。ここまで来て、ようやく麦わら帽一つっすよ。頭でけえな、こいつ。顔でかいんちゃうか、セラフィークソが。私がね、このセラフィー帽被ったら、ちょっとガバガバになっちゃいそうですね。うわ、もう70連目か。いや、80連目だ、これ。なめんなし、マジで。あ、しょしょ、後半やってくれんのか?後半やってくれんのか?うーん、後半やってくれんのか?いけるぞ。いや、ここで出てくれる。もうね、ゾーマと同じような展開はもう、二度はないでしょ。さすがに。ここはやってくれると思います。武器で。ね、ちょっとハラハラを味わわせつつね、この夏の恋のハラハラ感を味わわせつつ、終盤でね、しっかりハッピーエンド。これに決まりっしょ。武器!いやー!また武器以外からやー!はぁ、チョメの肉球がついとるな、チョメチョメの肉球がよ!もう、ほんとやめてよ。もう、ゾーマからずっとなんなんこれもう。なんだよ。ふざけんなよ。ふざけんなよ。初日武器起こせ!起こせよ !2 個、2個。いや、3個、3個だ。3個 !2 個な。くっそ、ムカつくわ、マジで。ふざけんなよ。もう、せめてこっちで来い。次で来い、次で。確定分じゃない方で来い。こっちで来い。来いよ。ぐわー、あー違うんだよー。セーフは持っとんのよ。4凸プラ25持ってんの。いや、俺が一番いらないよ。俺が一番いらない、セーフ。全プレイヤーの中で俺が一番いらないよ。4凸25作ってんだから。ざけんなよ。セラフィーだな。
セラフィー持ってこい。ほらこれクセよ、クセやろ、よくせよ、下半身出してけ喜ぶと思ってんじゃねえぞこつけやろー。